女人創造、太宰治。男と女は違うものである。当たり前ではないか。と、失笑したまうかもしれぬが、それでいながら苦しくなると我が身を女に置き換えて、様々な女の人の心を推察してみたりしているのだからあまり笑えまい。男と女は違うものである。それこそ、 馬と火鉢ほど違う。思いにふける人たちは、これに気がつくこと、肌だ遅い。私もこの頃気がついた。名前は忘れたが、ある外国人の表したショパンデンを読んでいたら、その中に小泉役の、男はその一生涯に少なくとも一万回女になる、という奇怪な言葉が引用されていたが、そんなことはないと思う。 それは安心していい。日本の作家で本当の女を描いているのは修公であろう。宗公に出てくる女は甚だつまらない。へえ、とか、そうねえ、とか、つぶやいているばかりで、思索的でないことをおびただしい。けれども、あれは正確なのである。いわば、懐かしい現実である。江戸の小話にもあるではないか。 朝、垣根越しに隣の庭を覗き見していたら、寝巻き姿のご心臓が出てきて、庭の草花を眺め、つと腕を伸ばし、朝顔の花を一輪摘み取った。ああ、風流だなあ、と感心して見ていたら、やがて心臓は、ちん、と、その朝顔で、花を噛んだ。モーパスさんは、あれは女の読むものである。 私たち一向に面白くないのは、あれにはしばしば現実の女がそのままぬっと顔を出してくるからである。すこぶる巧媒でない。モーパスさんはあれほどの男であるからそれを意識していた。自分の才能を、全人格を縁をした。作品の裏のモーパスさんの憂鬱と応能は一流である。気が狂った。そこにモーパスさんの毅然たる男性がある。 男は女になれるものではない。女装することはできる。これは皆やっている。ドストエフスキーなど、毛ずね丸出しの女装で大真面目である。ストリンドベリーなども時々熱縁のあまりカツラを落として、それでも平気で大笑わである。女が描けていないということは、何もその作品の決定的な不名誉ではない。 女を描けないのではなくて、女を描かないのである。そこに理想主義の死死奮陣がある。美しい無知がある。私はしばらくこの態度によろうと思っている。この態度はしばしば盲目に似ている。時には滑稽でさえある。けれども私は、あらまあしばらくなぞという挨拶に始まる女人の実態を滑車し,しえても、 何の感激もありがたさも覚えないのだから仕方がないのである。私は一人になってもやはり観念の女を描いてゆくだろう。五尺七寸のケムクじゃらの男が大汗かいて念写する女性であるから、笑い上後の二三の人はきっと腹を抱えて大笑いするであろう。私自身でさえ少しおかしい。 男の読者のほとんど全部が女性的にという反省に苦しめられた経験をお持ちであろう。けれどもそんな時には女を改めてもう一度見ることである。つくづくその女の動きを見ているうちに諸君は安心するであろう。ああ、僕は女じゃない。女は瞑想しない。女は号令しない。女は想像しない。 けれどもその現実の女をあらわに軽蔑しては間違いである。こんなことは書きながら顔が赤くなってきてかなわない。まあ優しくしてやるんだね。絶望は優雅を生む。そこにはどうやら美貌のサタンが一匹住んでいる。けれどもその辺のことはここで軽々しく言い切れる事柄でない。こんな取り留めもないことをだらだら書くつもりではなかったのである。 この頃また小説を書き始めて女性を描くのに多少悲報に気がついた。私にはまだこれといって誇示できるような作品がないからあまり大きなことは言えないがそれはちょっと変な作法である。言い出そうとしてさすがに口ごもるのである。言ってはいけないことかもしれない。変なものである。何前から無意識にやっていたのを この頃やっと大人になって、それに気づいたというだけのことかもしれない。言い出せば、それは当たり前のことで、なんだということになるのかもしれないが、下手に言い出して、曲解され、損をするのは嫌だ。やはり黙っていよう。英知は悪徳である。けれども作家は、これを失ってはならぬ。